よしよ、まあパート2かな、戦国風ルートの、まあ、前回は珍しくオープニングをほとんど飛ばさずに見たけど、よ戦国、清澄、巣に点々はつきませんよ。戦国さん、あ、戦国はこうやってくるんだそうなんだ。なんかその鼻の下のチョンはね、いらないと思うんですけど。や、俺に会いに来てくれたの？そうだよ。はい。やったラッキー。それじゃあどこに行こうか。この僕っ子さんと私は性格めちゃくちゃ似てますね。食堂とかどうですか？うん、いいね。じゃあ食堂に行こう。ちょっと飛行、アトベにさ、電話してもらってさ、なんか普通になんか食堂に行こう。ご飯売って食堂に行こうぜ。うんうん、使えるものが。いや、なんかもう調べ物とかいいから、普通に食堂行ってご飯食べようぜ。食堂調べるんですよね？え、あ、うん、そうだね、ちゃんと調べないとね。お、戦国は私と同じ考えをしていたのか、もしかして何か使えそうなものは？うん、何もないね。時間が余っちゃったな、しょうがないから。あ、戦国さん、ほら、あれ。え、浄水器だね。やった、浄水器があれば飲み水には困りませんよ。うん、そうだね、いいものを見つけたな。はい、それじゃあ時間も余ったことだし二人でちょっとアトベさんのところに報告に行きましょう。え、そうだね、報告に行こうか。こいつは最初から下心丸出しなんやな。戦国さん、どうしたんですか？ああ、いや、いいんだ、それじゃあ行こう。はい。クス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 、完全に女の子だと思い込んでるぜ。完璧な男の子なのに、なんかこうやってね、手を出そうとしてるあたりが受けるとか思ってそう。この子は発見したのは以下の通りだ。イカれた無線機、大工用具一式、ランプ、灯油。あー、なんかめちゃくちゃどうでもいいんですけど、なんかこの間からね、パート1からテンションおかしいなって思った人いるでしょう。なんかね、まあ普通に仕事だったんだけど、仕事はね、まあ、もちろん朝からやって、で、夕方、夜 6時ぐらいに帰って、7時ぐらいかな、帰ってきたんだけど、なんか帰りの電車の中とかめっちゃ眠くて、うとうとしてたんだよね。もう家帰ったらこれ絶対寝るわって思ってたんだけど、家帰ってご飯食べてゲームやって、で今もう0時過ぎてってさ、そんなに眠くないんだよね。あー、なんかもうそのせいかもしんないけど、テンションがめちゃくちゃおかしい上に、なんかもう喋りが止まんないわ。だからテンションがおかしいっていうのか、声も低いしね。いや、ちょっと不安。お、分かってんじゃん。つぐみのことどう慰めたらいいのか分からなくて、戦国さんならどうします？ああ、小日向さんのことだね。俺ならいつも通り接するよ。変に意識してもお互いぎこちないだけだしね。でも私のいつもの調子だと不謹慎な感じもするし。確かに。そんなことないさ。君の元気が彼女を元気づけるきっかけになるんじゃないかな。そうかな。そうでしょうか。そうだよ。君のそんな不安そうな顔を見ていると俺まで元気がなくなっちゃうからね。そう、なんか私だったら普通に友達と飛ばしが一緒に落ち込んでくれたら、あ、なんか一緒に悲しんでくれてるんだなって思うけど。わかりました、私がつぐみの元気の元になります。その息だよワク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 テカテカワクテカワクテカ、もう完全に女の子だと思い切ってどんどん好感度が上がってますね。クスクス。ふう、なんだか大変なことになっちゃったね。そうね、あんな事故が起きるなんて。いや、スリリングで楽しかったよ。私はつぐみのお父さん無事だといいね。うん、あ、そうだつぐみ。え、何？こっちは結構大変だったのよ、ほら、東中の人たち。あ、そういえば別行動を取るって言ってたよね。どうなったの？まだわかんないけど、いろいろ問題がありそう。そうなんだ。あっちゃー、余計に暗くさせてどうするのよ。あ、そうだ。ところでさ、みんなかっこいい人ばかりだと思わない？その中でも結構、僕はね、メイクをね、しなくなったら、
だ男装、男装というか普通に女の子じゃなくなったら結構イケメンになるよ。え、どうしたのよ急に。どうつぐみちゃん、ほらこういう状況って映画とかでもよくあるじゃない。危機的状況の中で芽生える恋ってやつ。もうすぐにそっちに結びつけるんだから。いいじゃない別に。で、誰かタイプの人いた？もう男とか女とか関係なくね。もう隠さなくていいって。気になってる人いるんでしょ。そりゃまあやっぱりいるんじゃない。で、誰誰？私のことよりそっちはどうなの？え、私？そう私に聞いてくる前にまずそっちから教えてよ。そう、僕が男の子だと知っていてこの発言ですよ。戦国さんかな？戦国さんかな？戦国さんなの？そうだよ。なんか悪い？文句あるの？別に。それよりさ、その人と仲良くしたいんだったら何度も会わないとダメよ。別に恋愛対象が男っていうわけじゃなくて、なんかただの女装してる子だからね、この子は。何回も会ってればきっとそのうち仲良くなれると思うな。女装していて普通に恋愛対象は女の子なんですよ。寝たふりしたってダメよ。もういいじゃない、明日早いんだからもう寝よ。はいはい、分かったわよ。これ以上追求しないであげる。それじゃあおやすみ、うん、おやすみおやすみんみんゼミ。いや、次の日でいいや。おはようございます。あ、おはようございます朝から元気ですね、あなたは。でしょ今思うと石田明さんってめちゃくちゃ豪華だよね、水木の声って。今日は何すんだっけ。なんだ、日が中の連中はまだ来ねえのか失礼。なんかね、風邪は一応治ったんだけどね、なんかちょっとたまにむせる時があるんだよね。日が中？あいつらも来るのか。日が中？あいつらも来るのかまあ、昨日のうちに話をつけておいた。せめてミーティングには出ろとな。いいですけど、トラブルはごめんですよ。いや、なんか疲れてんのかな。トラブルっていう文字がトランプに見えたわ。心配するな、これ以上悪化はさせねえ。遅くなりましたね、皆さん。まあ、話くらいは聞いてやるさ。しゃーねーな。積んでるね。しゃーねーな。話くらいは聞いてあげるんだからね。さっさと席につけ、始めるぞ。昨日手塚とも相談してスケジュールを決定した。これをもとに各自行動しろ。基本となるスケジュールはこうなっているはあ、何にも見えませんな。てかスケジュール表ちっちゃ。作業時間なくしそう。そんなに短くていいんですか。自由時間が多いな。嬉しいけど。要するに自主的な練習に任せるってことだね。え、練習もするんですか。それはそうだろう。練習はきちんと続けないとな。こんなことになったからって全国で負けちゃ言い訳にならねえからな。全国で負けちゃ言い訳にならねえからね。やべ、黒羽のモノマネが。そういうこと。ちょっと流行ってる私の中で。基礎訓練ならどこでもできるランニングだって立派な練習だからね。踊り君は爽やかですな。ラケットとボールはあるんだから、ラケッティングや素振りもできるしねなるほど、皆さんすごいですね。掃除洗濯巻き割りは各自の判断でやっていいんだね。ああ、空いた時間を練習に使え巻き割りはいいトレーニングになる後で料理とかすんの。自給自足でいろいろ大変だろうが、なんとかしてみせろ。うっす。ああ、そのつもりだぜ。自給自足は結構得意だしね。今朝はまずこの辺りの地形を把握しておく今葵くんの発言が完全にスルーされましたね。僕たち自給自足得意なんすよ、跡部さん。今朝はまずこの辺りの地形を把握しておけ。それから丸いジャッカルは呆然としてる。救難信号を作るの
呆然としてますね、葵くんが。海からよく見えるまだ呆然としてますね。のろしの用意も必要だ。目をパチクリさせて、まだあれ、僕の発言スルーですかっていう顔ですね、これは。あ、いなくなった。了解した。ま、しゃあねえか。午後からは本格的な作業だ。しっかりやれよ。うすうすうす。それと比嘉中、お前ら今日はどうするつもりだ。どうするもこうするもねえだろ。ワッターは勝手にやらせてもらうさ。なんかこいつら3人でいるときは結構なんか突っかかってくるけどさ、1人になった瞬間にさ、あ、どうもとか言ってきそうだよね。うん、そうだ。あ、さっきは すいませんでしたみたいな。生き延びるために最低限必要なことに関しては君たちに協力しましょう。日が中のユニフォームを TKB のあたりに木って書いてありますね。あ、ガって書いてありますね。あれは、しかしそれ以外のことについては昨日話した通りです。まあ、分かった。ただし、食料の調達や探索には協力してもらうぞ。いいでしょう。ただし、どこで何をやるかは我々が決めます。だが、ミーティングには参加しろ。全体の状況をつかむ必要がある。交渉成立ですね。我々の要求は以上です。交渉成立、新手にでもなんか使ってた記憶があるぞ。お、戦国いますね。早速いますね。よ、何やってんの。戦国さん、やあ、君から声をかけてくれるなんてラッキーだな。マジで、あれ、私に何か用事があったんですか。うん、重要な用事があるんだ。あ、実はバレた。なんでしょう、やばい、ちょっとバレたかも。デートしようよ。え、デートだよ。誰が。君が。誰と。なんか会話面白いな。まとめると、私と戦国さんがデートするってことになります。そうだよ。まあ別にいいけどな。笑わなくてもいいんじゃない。え、もしかして本気だったんですか。うん、俺はいつでも本気だよ。ごめんなさい。え、いきなり笑ったりして、戦国さんは真面目にデートを申し込んでくれたのに。そっち。あ、いや、まあそのそこまで真剣に取られても困るというか、なんというか。まあでも戦国は私嫌いじゃないな。てか、女の子に優しい男は私嫌いじゃないですね。だからワンピースのサンジとか 大好きですね。だから柳生博も好きっすよ、私。いいの。はい、せっかくのお誘いですから、それでどこへ行きましょう。あー、そうだね。海岸でも散歩しようか。はい。めっちゃ救急車鳴ってんだけど、聞こえてるかな。潮風が気持ちいいですね。ちょっと暑いですけど。あ、うん、そうだね。それでデートって何をすればいいんでしょう。え、私デートするのって初めてなので、何をどうしたらいいのか教えてほしいです。あ、そうだな。手つないだり、楽しく喋ってればいいんじゃないか。あ、でも手つないだらさすがになんか手がゴツゴツしてて男だってバレるかな。なるほど、じゃあ何を話しましょう。別に何をとか決めなくていいよ。その時思いついたことを何でもいいから喋ってればいいんだ。そうですね。あ、そうだ、戦国さんはどうして私をデートに誘ってくれたんですか。どうしてって、そりゃ君みたいに可愛い子がいるならデートに誘わないと失礼だろ。君はイタリアにいた方がいいね。イギリスだっけ、イタリアだっけ。あはは、お上手ですね、戦国さん。あ、いや、お世辞じゃないんだけど、まあいいか。君ってちょっと変わってるよね。あ、よく言われます。あはは、よく言われます。同じこと言ってる。笑うと可愛いしね。もうおたてたって何も。あ、そうだ、飴がありました。食べますか。いや、別に飴が欲しくて褒めたわけじゃないんだけど。溶けてると思う。まあいいか、ありがとう。なるほど、こうやって楽しくおしゃべりするのがデートなんですね。間違っちゃいないんだけど、なんだか微妙に違和感があるな。あ、なんか、ね、普通に面白いですね、戦国ルートは。戦国は山吹中だよね。あー、戦国がいませんな。元彼のところに行って、何やってんのお前ら。アサビさん、今日はお一人。何のことだ。
俺はいつも一人だぞ。俺はいつも一人だぞってなんかめちゃくちゃいじめられてるみたいな。いつもカバチ君と一緒だから珍しいなと思って。いつも一緒ってわけじゃねえ。それにあいつは呼べばすぐに駆けつけるからな。へえ、そうなんですか。でもここは携帯の電波が届かないからカバチ君呼びませんね。携帯なんて必要ねえ。よく見てろ。カバチ。パーチーン。うっす。カバチは犬か何かなのかな。ひゃ。早いな。上出来だ。うっす。カバチ君って何なの。本当何なの。このためだけに呼び出されたかわいそうなカバジ。俺一体何のために呼び出されたんだろうって思ってそう。てか戦国管理小屋の前によくいるな。私らのこと監視してんのか。戦国さん。いや、君はいつも元気だね。まあ、会ってまだ2日目なんですけどね。そんなに強調しなくても。ところで戦国さん。ん？何だい？戦国さんって髪染めてるんですか？そうだよ。似合ってない？いえ、そんなことないです。逆に似合いすぎてるくらいですよ。そこまで言われると照れるな。いや、なんか逆に戦国が黒髪だったらちょっと気持ち悪いわ。戦国さんは明るい色が似合いますから。俺も自分でそう思うよ。でも、時々ラッキーカラーが黒とかの時があるんだよね。戦国さんってラッキーカラーで服の色とか決めてるんですか？ラッキーカラーは必ず身につけるようにしてるよ。へえ。そうなると確かに黒とかは困りますね。そういう時はどうしてるんですか？まあ、人に見えない部分の色を変えて対処してるよ。まあ靴下とかね。人に見えない、靴下とかね。そういうことかな。靴下とかね。あ、そうだ、戦国さんってどんなテニスをするんですか？プレイスタイルのこと？それだったら俺はオールラウンダーだよ。なんかもう作画崩壊の回しか覚えてない私。万能ってことですか？一応は一通りこなせるからね。戦国って強いの？何かこれなら負けないっていう得意技、戦国さんなら持ってそうな気がするんですけど。持ってるよ。あ、なんか技名とか持ってない気がするんだけど。動体視力。ああ。動体視力っていうと動くものを見分ける視力ですよね。低まるとどっちが、それがすごいの。どんなスピードボールでも俺にはコマ送りみたいに見えるんだ。じゃあ赤沢と戦ったら確実に負けますね。へえ、どんなに速いボールでも打ち返せるってことは無敵ですね。それがね、体力がそれについてこない時があって。あ、体力なんか結構菊丸と似てるんだね。あ、見えてても対応できないってことですか？そうなんだよ。だからもっと鍛えないとね。頑張ってくださいね、戦国さん。お、いい感じにハート固まりましたね。僕が男の子だと知らずクスクス。はあ、もう普通にあくびしちゃったよ。どうしようかな。あ、靴あんまいなさそうだから、あ、ふとに行くか。よ。てんてんてん。あ、靴さんってば。うるせえな。無視してんだ、わからねえのか。ひでえ。戦国さんの趣味って知ってますか。する。知るか。ヒントだけでも。バカかお前は。あいつの言動を見てりゃわかるだろうが。というと？あいついつも占いの本ばっか読んでる。見たことねえのか。てっきり女を口説くかと思ったよ。あ、言われてみれば。この程度のこといちいち聞きに来んじゃねえ。だってそれでも上がる。普通好感度下がるとこだけどね、ここ。水木と柳沢に作ってもらったスケジュールでは、今日の作業の振り分けはこうなった。いや、ペラーって見せられても分かんないですよ。探索で調べるポイントは地図に書いておいた。何があるか分からねえからな。
それ以上遠くには行くんじゃねえぞ。やった、やったじゃない。あ、分かっている。返事が地味だな。私は何をすればいいんですか？お前は好きな作業を手伝え。探索の場合は一緒に来たいやつを選べばいい。はい、分かりました。アトベ、日が中の連中が入ってねえのは分かるが、カバジもスケジュールに入ってねえぞ。カバジは俺の手伝いだ。アトベは何をやるんだ。そりゃ当然だろ。なあカバジ。あん、うっす、うっす。あれ、そういえば柳沢さんもスケジュールに入ってませんよ。おや、すっかり忘れてました。そういえば自分のことを考えるのすっかり忘れてた。ダニー、しょうがねえ奴らだ。柳沢、お前も適当に誰かの手伝いをやっとけ。適当って、なんだか扱いが悪い気がする。ダニー、元はといえばてめえが自分で忘れたからだろうが、文句を言うんじゃねえ。ううがちょっと可愛かった。以上だ、各自作業にかかれ。はーい。探索はネジとサンジ出発の2グループに分かれてるんだっけ。ってことは確実に、あ、釣りか。なんか釣り行ったような気がするな。阿久津ルートで行ったよね。でもそんな1年以上の前のことだからスキップしないで見とくか。今回は全員で磯釣りを行おうと思う。磯釣りってなんすか。魚釣りじゃないの。うん、いいんじゃないかな。賛成です。なんか地味が蔓延している。了解。やばい、地味が蔓延してるぞ。ここのエリアは。勝手にやってろ。逃れたものが。まあまあそう言わずに。それとも阿久津は釣りが苦手だった？俺に苦手なもんなんざね。じゃあその腕見せてよ。知るか、俺は向こうで一人で釣る。あらら、行っちゃった。私もう一度頼んできましょうか。やめといた方がいいよ。阿久津もムキになってるしね。まあ阿久津も協力はしなくても作業はちゃんとやってるしいいだろう。なんかね、みなみはね、いいこと言うね。地味だけど。そうですか。まあ自分が生き延びるためだからね、魚釣りはちゃんとやってると思う。あのね、釣れてるか。ダメ、下道ばっかり。下道ってカワハギのことか。そう、カワハギ。ほんとだ、カワハギがいっぱい。俺だけ釣れるなら下道でもいいじゃないか。そしたらなんかあんま見ない組み合わせだけど新鮮でいいね。俺の狙いはもっと大きいからな。何狙ってんだ。イシダイ。なるほど、そりゃ大物だ。フジは何か釣れたか。俺は餌取られてばっかなんだよ。カワハギにやられたな。お前なんでこんなにカワハギが釣れるんだ。コツが。教えてくれよ。私も知りたい。うわ、びっくりした。お前いつの間に来たんだよ。私も餌取られてばかりなのよ。犯人はカワハギだったのね。カワハギのあたりはほとんどわからんから、餌を動かしてやればカワハギは釣れるぞ。あれ、なんかガクプリの時と違って前髪に流れがありませんけど。君どこ行った。なるほど。けどあまね、石台狙うんなら餌を動かしちゃまずいんじゃないのか。カワハギにパクッと食べられたんですかね。確かに、道理で石台が釣れないと思う。こっちは何か釣れましたか。いや、たった今釣れたよ。え、何か釣れたんですか。可愛い女の子。ぶっぶー男の子です。は、君のことだよ。もう仙石さん、私は魚じゃないですから。うわ、お、来た来た。あ、みなみさん、網用意しましょうか。あ、いや、網はいらないな。そんなに強い引きじゃないから、多分小物だ。みなみは小さいのばっかりするな。しょうがないだろ、小さいのしかかからないんだから。返しも地味だな。ジミズは釣りも地味だね。そうだね。それを言うなっての。てか、なんでみなみがいるのにさ、東方さんが来てないの。え、あ、本当だ、ラッキー。お、
なかなかいい引きじゃないか。大物か。そりゃあ、これえ、フグですね。フグは食べれねえな。食えばさらに大当たりだぞ。戦国めちゃくちゃニコニコしてますけど、南さん。そんなラッキーいらないって。南さんの眉毛めちゃくちゃキリッとしてるっていうか、なんかすごいうまく描けてるな。なんかちょっとコツを教えてほしいわ。私眉毛描けないから。阿久津さん釣れますか。何しに来た。どんな具合かなって思って。邪魔だ、帰れ。メンタル鋼のこの子ですね。せめて何が贅沢くらい教えてくださいよ。そこのバケツ蓋どけて見てみ。あ、これですね。キャー、まさか自分の足が。ウツボだ。触ると噛みつかれるぞ。また物騒な魚を釣りましたね。ウツボって食べられるんですか。知らねえのか。大丈夫かな。後で調べておこうと。まあ雪村に聞けば一発でわかるっしょ。まだ大きいの釣ってないよね。マグロ釣りたいな。はい、ハゼとかそういう小さいのばっかりです。ちょっとマグロを釣って誰か刺身にしてよ。聞いてるぜ。え、あ、慌てるな。もう少し餌を食わせろ。うん。よし、合わせて。いやー、わわ、引っ張られる。本物か。その割には引きが弱いような。結構引っ張られますよ。ちょっと助けて。網は用意した。ここで、お、かかってるじゃないか。ここで本気を出せば僕が男の子だとバレてしまう。ちょっとか弱い女の子を演じるんだ。お、見えてきた。あんまり大きくないな。え、嘘。シマアジだ。シマアジ。へえ、シマアジ。確か結構高い魚だよね。なんかシマアジじゃなくてシマアジってなんか伸ばすとなんかコスメブランドの名前みたいな。あ、しかも大きすぎず一番うまいサイズだ。へえ、そうなのか。よし、あげろ。えい、やったー。最高の魚を釣ったな。やるな。この魚は全部私が一人で食べます。刺身にしたらうまそうだな。あ、美味しそうだな。それお腹空いてきた。ああだけ。うわ、いつの間にか来てる。あ、靴が。今日はなかなか大量だったな。カワハギがいっぱい釣れた。肝あえにしたら最高だぞ。一番の獲物はシマアジか。わあ、私。阿久津はウツボばっかり。ウツボばっかり。皆さんお疲れ様です。それじゃあそろそろ戻るか。はい。3時っすね。作業じゃなくて探索じゃなくて、あ、いますね。ちょっと待って、セーブでさ、いつから録画してるのかちょっと調べたいんだけど、これか。あ、だいぶ時間経ってますね。じゃあ今回この辺で終わるか、パート2は。じゃあありがとうございました。次回戦国ルートパート3よろしくお願いします。やば、セーブじゃない、プレイしてる時間がバレバレでめっちゃ恥ずかしいわ。じゃあねー。